ね。少し高めに浮いてきました。伸びはどうでしょう。センター青木バック、青木バック、青木バック、越えました。入りました、ホームラン。今日6番亀井の2回表先制ツーランホームランです。今日の巨人は追加点のチャンスを作って4番岡本。そうですね、これ1打席目インコースのシュートで、ね、かなり詰まらせましたから、はい、あの岡本がどういう対応をするかですよね。そこにそれをまず1球目で、ね、キャッチャー確かめると思うんですよ。これ真ん中に入ってきた、確かめる、まもなくあっという間のレフトスタンド。ど真ん中の変化球、追加点はジャイアンツ。3回の表岡本のホームランでした。変化球を左中間、どうだ、伸びはどうか、入りました、ツーランホームラン。スタメン外れたマルティネスに大きなアピールとなる右打席でのツーランホームラン。ましたよね。さあこれで10対5、阿部も嬉しそうです。マルティネスに初球打ち左中間、バレンティンは一歩も動けません。いやこれはマギーにとっても久々の会心の一撃になりました。ものすごい。